はい、では再開いたします。世界地図でいうと、まあ、左上の、町に来たとこですね。なんか子供とちっちゃいモンスターが遊んでる、ちょっと世界観のよくわからん町。第一村人発見。狭間の塔がある。なんかこの街の入り口がよくわからん仕掛けがあったけど、中は普通に街なのか。神聖王レムゲドンが将軍のメガディンガルに殺され、メガディンガルって人の名前なのそれ。神聖王国の流れを最後の都市国か。これはボルダン。廃墟アハブ。鍛冶屋が洞窟になってる。よいよこ。いまだにこのゲームの進め方がまだね、いまいちよくわかってないですけど、装備をこう変えるタイミングとかさ、鍛えるタイミングとかさ、何が適正なのかさっぱりだよね。金はちょっと余裕出てきたからな、一段階ぐらい強化し始めても、一人だけ主人公の武器だけ変えたけど、体力1じゃん。入り口入る前にゴブリンにやられたんだっけ。お願いします。サプキは、どんな覚えた俺。それでも半分ぐらいだね。割合回復なのかな。今受けてるのがこれはエンシャント。あれ、エンシャントに運ぶ依頼なんか受けてたっけ俺。そうか。それ、達成しないまま来ちゃったんか。エンシャント、ライム越え。まずはちょっとこの街調べないとね。こんにちは。大丈夫です。一泊するか。評判になってる。評判とかあるのこのゲーム。イベントなし。宿屋で泊まった時にたまに起きる好感度イベントみたいなやつって、なんかフラグがあるのかな。特定の街でしか起きないとか、なんかやつを見た後にじゃないと起きないとか。結構複雑そうですよね。レイグを知ってるか。牽制、あれっしょ。闘技場のやつっしょ。俺、闘技場をね、スルーしてきちゃったんだよね。ロストールじゃねえか。リベルタムだっけか。あそこに闘技場があったんだけど、後で動画見返しててね、そこスルーしてたわと思って。じゃあ、今日は3ギア払うか。ある高名な神官がいて、砂利を封印した。看板娘がボルダン男。このボルダンが看板娘か。はい。
そうね。信用コツコツ。うん。道具屋で物買ったりっていうのもほとんどしたことないけど、今まで。ちょっとは金余裕できてきたからな。それにしても蘇生アイテム高えな。なんでだこれ。戦闘終了したら体力1で生き返るのに、こんな高えのは何なの。こんなにね、その辺で拾ったら即売却でしょ。広いねー。っていうか、ここまだ町なのか、これ。外出ちゃうか、これ。ん？なんだ、これ。縄文か。ん？なんだ、これ。あれ、なんか、子供と遊んでたドラゴン的な、あれは、ワイワーン的な。あれ、どこ行ったんだ？さっぱりわからん。特にイベントもなかったなぁ。今来ても特に何もないのかなぁ。したら、やっぱり、これ、支流の洞窟、これをまず片付けないと進まないのかなぁ。ということで、エンシャント方面に戻るついでに、何か依頼受けましょうか。これ、エンシャント越え、エンシャント違う違う。エンシャントライム越え。アキュリウスってどこだっけ？アキュリウスってどこでした？妖怪。左下のとこだっけ、アキュリウスって。まあ、いいか。依頼2で、これでいきますか。ライムさん護衛士にして、お願いします。きっちり回避していきましょう。この街結局全然なんだか分かんなかったな。あ、また入った。今度は俺が鬼か。イズキャル。イズキャル。で、鬼ごっこなのか。もう見えてる。隠れんぼじゃないもんな。まっすぐ逃げてったの、まっすぐ追っかけてったもんな。あれ、知らない人が見たら子供がモンスターに襲われてると思うよな。もう一回出てみる。いない。今の見た上でどっかにいるかな？ちょっともう一回、パパパッと、一周してくるか。何もなし。
どこにもいない。建物の中は調べてないけど。あら、こんなとこに人いた。階段に溶け込んでて見えなかった。イオンズ。はあ。大丈夫その姿勢。転びそう。なんなのこのおっちゃん。あ、イオンズ様大変でございます。あ、ここでイベント発生ですか。大変でございます。子供がモンスターにっつって、あのエズキアル退治される流れ。うん、もう一往復してきましたけど何もなかったっすね。何なんだろうね。ライムさんには申し訳ないことをしたわ。ずーっと走らせちゃって、ね、一旦出るか。これ何だったんだこれ。また調べられる。この町の、鍵なのこれ。ドアが閉まった。これ調べると開く。マジか、何の光これ。選ばれたやつしか開かないのかな。心の綺麗なものしか開かない。わからん。帰ろう。また、そのうち来ることもあるでしょう。開けたまま帰ろう。あ、帰れない。これ閉めないと下から出られないってこと。このセキュリティシステム謎っすね。まあ一応こう、敵に侵攻されないようにみたいになってんのかな。謎でしたわ。ここがアキュリウスか。まあ寄るのは簡単だな。で、エンチャントに行くわけですが、さあ、敵が出るよな。そこだよな。広い道でお願いしますと思ったら、これはちょっと行けるか。ああ、当たるか、そこ。あの橋、こう来るときも一回当たったもんな。逃げよう。逃げた。これでまあボーナスはもうもらえないって感じか。まあ、通常の報酬だけでもいいですけどね。うん。レベルアップ。はい。で、ギルドで手紙の配達の報酬ももらって、はい。はい。支流のやつってこのすぐ右下だよね、多分ね。シリの洞窟で何を持っとってくるって言ったっけ。乙女像、黄泉の乙女像。うん、じゃあ行きますか。いい訓練になる。 ボス戦、初めてのボス戦みたいなのが、まあ、初めてじゃねえか。一応ゴブリンとかと戦ってるけど、ちゃんとしたボス戦がありそうだな。装備をちょっと鍛えてから行きますか。
現状まだ ID 頼みだからね。ID は、これは強化されてんだよな。あ、みんな強度2まで上げてんだっけ？俺上げた記憶ないんだが。防具か、あとは。これ誰がどれ装備できるかわかんないんだよね。防御重視するなら。俺がこれを装備、1個買ってみるか、まずは。わかんないもんね。買ってみないことにはね。俺はやっぱ装備できる。じゃあ俺がこう壁役になるか。スパイスは別に下がってないから、いいんじゃない？クロースブレストボディプレート、ブレストプレートとブレスト、あ、プレートアーマー。うん。で、火事で、俺のプレートアーマーを一段階、鍛えてみましょうか。まあ、連合石を使うか、やっぱ。連合石使わない強化っていうのは、こっちにはないか。まあじゃあ防具はまだいいか。連合石やっぱり基本武器に使いたいんでね。どうしてもきついってなるまではちょっと我慢するか。よし。これで、行ってみましょうか。支流ね。これね。でかい雲がいるね。宝箱がある。17。アンチハードル、あれ、エティアンチハードルとか持ってないんだっけ？グレモリーじゃないか、あれクイックなんだっけ、トリックスターだっけ。そう、現状使えるやつはいないのか。ポイントをなんか振るか。一番上のやつは動かないね。これのこれどっちかを取らないと増えないな。俺もだな。こっちで。エティさんは、こっちかな。これとこれだな。行ってみるか。これはまあ、お、連合石。まあまあ簡単なやつだったな。雲キモいっすね。道が分かれてる。守ってる？守ってるね。こう後ろからだと気づかれないとかあるんか。ああ、かわせねえわ。先生、どんなもんか。ああ、ちょっと強いっすね。先手で
先手取って何体か処理できれば。魔法の消費量結構多いからな。てかこいつのさ、MP があまりにも低いんで、ちょっとレベル上がんないと、きついでしょう。かわされていく。違うな。こっち。いや、ちょっと、フェディア殴ってもいいか。ユーリスのマジカルステッキって攻撃力どんなもんなんだろう。できない。槍は長いから届くけど、これは近接戦のみか。オッケーオッケー。先手取れなかったらでもちょっと削られそうだよね。薬はありがたい。それは無理っす。これも無理っす。下の道は宝箱2つか。すーぐ MP なくなるぞ、こんなんじゃ。一発で処理できるようになってほしいね。ラン。混乱ですか？このゲームの混乱はどういう感じ？混乱している。そうなるよな。あ、一旦で治った。ならまあ。チャージって、こいつは。チャージスペルか。ああ。MP が少ないから、魔法2発打つよりチャージスペルの方が効率がいいのか。鍛えないと厳しいっすかね。雲と戦ってみるか。2体プレデター、ちょっとこれ倒したら一回帰って回復するか。ん？あ、こっちが全滅か。雲の糸。ん？見なかった。スピードダウンかな。遅い。うん。ダメージを受けないならまあ。硬いな。空振る。いやもう殴れ殴れ。ユーリスのターンが回ってきてないですね。ゼロになってる。もう動き止まってる感じだ。スピードダウンの状態でこのゲーム結構きつそうだね。あれ？どうなってんだ、ユーリス。死んだみたいな扱いになってる。経験値も入んなかったな、今。どういう状態じゃあったんだ？わからんな。一回帰ります。はい。一回帰って、エンシャントで宿屋泊まって、また入って。できたんだけど、帰り、移動往復と宿屋で
計3日かかるんだよな、これ帰ってセーブするだけでも。帰って回復するだけでも、ね。あんまり何回も出たり入ったりはしたくないよね。できればダンジョン一発で攻略しないと、日数経過が。ん？後ろ向いてる間に進むのがいいっぽい。動かないあいつ。おびき寄せて、こう。無理。全然無理。このパーティーじゃ宝箱基本拾えない。うおー、狭いし、いっぱいあるし、なんか落ちてるし。ちょっ。いやー、きついっすね。逃げていくしかねえな、これ。これを処理してたらちょっと厳しいんで。逃げながら行くぞ。なんか見たことないのいる。で、無敵時間でアイテムを回収していきたい。長い長い。長い長い。え？何してんの今？亜鉛鉱石。すげえ時間かけたな。無敵時間切れちゃった。ウィーユスカレッタゴブリンと、なんだあれ真ん中の。サンドマン、サンドバック。ゼロ。サンドバック、ミス。ちょっとレベルも上げたいからな。ユーリさん魔法一発ぐらい打ってもいいでしょう。と思うんだけど、こいつはちょっとボス戦まで温存しようかな。ちょっとな。混乱怖いな。ゼロや、お前。いやー、混乱、まずい。アイリーンの混乱、まずい。これ、ゴブリンのが危ねえな。サンドマンは特に何もしてこないわ、今んとこ。いや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 。ああ、よかった。また混乱。オッケーオッケーオッケー。混乱治ってねえし。ふぅ。ゴブリン最速で処理しないとまずいっすね。レベルまだ上がんないか。ちょっとアイテムいっぱいあるから使うか。よし、行きます。上に行く。下は宝だけど、多分開けらんない。これはもう行くしかないっすね。なんか雲もよくわかんないけど、動き止められんだよな。ちょっとでも一体ずつもう処理するわ。しょうがないわ。雲の糸でミス。当たった時の効果がな。それそれそれ。当ててくれ。
はい、リンが当たらないと何も、ちょっと。終わんない、これ。よし、両方からぶった。当たんない。ちょっとゴリラさん頼みますよ。ダスト。それがまずいやつか？ミス。ミス。全然当たんない。ちょっと。全然当たんないっす。お互い全然当たんない。闇。やっと当てた。おせえわ、お前。全然当たんねえな。闇ってなんすかね。ふう、すげえ時間かかった。26、もうちょっとでレベル上がるんだけどね。こんなちょっと雑魚で苦労してたらボスとかいたらきついんじゃないか。通れた。通れた。宝は全然無理。ああ、これがジャリューの死骸。アンギルダン。すごいヒゲですね。うん。竜の死骸ですね。ああ、世界にいる竜は7匹。竜王と両翼、小王、海王。ん？アズラゴーザ、シュバール、エルアザル、チャンマの四蛇竜。その両翼っていうのは、その竜には含まれないね。ああ。エルアザル。ああ。詳しいですね。そうっすか。いや、俺は、読みの、なんとかっていうのを探しに来たんですけど、よろしくです。あ、リベルダムの酒場。俺は無限のソウルを持つ者、ジェフ。まぁ、ちょっと、素直に従っていきましょうか。ちょっとセーブして見てみるのはありかな。どんなになるんか。行っちゃいまーす。うおー、戦闘入る感じ。おお、全然元気。死骸とは一体、ドラゴンゾンビ的なやつですか。2900、ちょっとしょられてくるか。めっちゃ筋肉すごい。ででん。呪い。これ時間かかるな。ダブルアクション、まあそうですよね。はいはいはい。トリプルアクション、まあそのぐらいの実力差あるよね。逃げれるのかこれ。あ、逃げられる。失礼いたしました。また寝た。それはおかしいと思うんだけど。まあちょっと実力差を知ったわ。呪いかかっちゃってるね。これロードって、あ、あるよな。ロードしよう。呪いの効果はわかりませんが、いやという夢を見たのさ。
ちょっと、その、依頼の品は全然見つからないんだが、このまま帰っていいのかね。先生、殴れ殴れ。殴れ殴れね。こんな、お、一発で止めさせた。これでレベル上がるっしょ。とりあえず、フェティ様は、一気に3倍で。レベルアップ。問題はでもユーリスの MP なんだよな。アイテムめっちゃ落とすね。どんどん使っていいって感じか。違う。この、一番奥にある乙女像。一番奥って、あの竜の先にあるってことなんかな。いや、全然今手に入るようなもんじゃないね。通れません。いいよ、逃げよう。うん。無理でしたって言えば、なんか、あれかな。進むかな、話。聞いてきたけど、そんな簡単な依頼じゃなかったっすよっていう。ちょっとぐらい倒していくか。暗闇状態かたすとは。このレベルの雑魚はもっと簡単に処理るようになりたいですね。どうしてくれ。よし。OK。じゃあまあ、一旦、賢者の森って何だったんだっけ？賢者の森は猫屋敷に繋がってたところか。これはもう行かなくていいんかな。ちょっとね、支流行ってきたけど半端なかったっすわ。あ？ベネとか新月の塔で行方知れずになって捜索願いか。まあじゃあそれ受けるか。メインストーリー的なものの進行が全然わかんないんですよね。難易度2になってるね。新月の塔。奥のモンスター強い。がかかる。ちょっとまあ一泊してからね。ゴブリンを探すのが、あのゴブリン、あの三人の喋るゴブリンね、あれを探すのがメインなのか。これどうしようか。迷宮や洞窟。拠点となる町を決めましょうよ。まあ、名声上げるっていうのが必要なのかな。したら、まあ、クエストを受けまくればいいって感じなのか。ちょっとこれ終わったらリベルダム行ってみるか。まず、新月の塔ね。こっちか。
奥の方は敵が強いって話なんで、切り足りない。これは梯子か。これ虫がすごい。虫が、タイガーバスプちょっと体力多いな。まあいけるっしょ。ゴリラがワンパンで落とせるって言いならいいんですけど。あ、オッケー、余裕ですね。これなら、あ、オッケーオッケー、全然弱いわ。はいはいはい。5倍で100。うん。ノーダメで倒せる敵はありがたいわ。ちょっとレベルも上げつついくか。ショルか。ちょっと稼ぐわ、ちょっと。不意疲れた。連続で戦闘できないのが逆にちょっとめんどくさい。化石の時には。これやっぱ後ろから当たったら先手取れるシステムなのかもしれないな。よし、レベルアップ。MP にしか上がらん。あいつ大丈夫か、マジ。魔法キャラとしてやっていけるんか。劣等性すぎるでしょ。育成方針考えた方がいいか。どの辺まで行くと敵が強くなるんだろうな。しかもちょっと複雑なダンジョンな、これ。多分宝箱はもう開けらんないわ、これ。基本入り口付近のが一番レベル低くてだんだん上がっていくっぽいから、入り口のが開かなかったらもう多分全部開かないわ。だよね。ああ、ちょっと強くなったっぽい。もう二つ上がります。なんでも画面が見えねえ。画面が見えねえ。絶対強いぞ、これ。300。逃げまーす。突撃。入ったー。入ったー。きちいっす。俺が探してるやつは、この水晶みたいなのはなんだ？お、これはこれで、いつかクエストで使えるアイテムだな。そこを通してくれ。逃がして。逃がしてくれ。よし。おりまーす。もう一個おりまーす。あ、今いたな。いたわ、今。この一つ上だ。右下になんかいたわ。どっから上がんだ？あ、それか？判定がわからん。一つだけ上上がるはしごだといいんだが。あー、オッケー。ここオッケー。もうガードされてるんだが、あいつ。ちょっと、あれ一体は倒さないといけない？こう無敵時間中に向こう行って話しかけるってできるかな？一体処理するのもきつそうな戦力だったんだよな。うおー。
お前、ちょっと、あ、いけるね。これ寄せる。よし。出た。もうこのまま真っ直ぐ帰っていいかな？不意を突かれていく。いい。だからどうせ取れないから、もう帰っていいっしょ。このフロア倒したやつか。いいか。アイリンがあと1回戦えばレベル上がるんだよな。一体処理するか。ちょっと、バックアタック狙いで。こっち来ちゃう？オッケー。これで経験値100でしょ。エラーアップ。うん。HP、みんな MP2 ずつぐらいしか上がんないんだよね。初期値が低かったらもうずっと低いんじゃないのあれ。帰ります。よし。うん。よし、俺もまたレベルアップ。さあ、まあ順調に依頼はこなしたが、ストーリーの進行はどうしたもんかって感じだな。これを上げるしかないな。こっちか。これしかないよね。こいつもね。まったく分かんなくなったな。またいろいろ街回って情報収集するか。酒場かやっぱ。賢者の森は行ったよ。路線、ああ入れなかった街あったね。謎の祭壇は見てないな。俺が行ったところ最初なんじゃなかったんか、あれ。風勢のなんたらがあったとこ。うん。そういえば、うん、ザギブ先輩だっけ？あれってこの街だったよね。あの人のイベントとかはもうないかな。これはいいや。どうだったっけ？こっちだっけ？ああ、魔法学院来ましたね。ユーリス連れてきたけど、なんかイベントないかな。
マノン同士。知らん。ユイ連れてきたけど何もないのか。学校ぶっ壊したんだから何か一言あってもいいでしょう。こっちにあった？こっちの滝が墓地だっけ？あ、またいた。お久しぶりです。何なの？つきまとわない。いや、たまたま偶然2回あっただけですけど。ストーカーみたいに言われちゃったわ。ちょっと待って、これってもしかして、さすがにいないか。日数経過しないといないんかな。したら次はちょっとリベルダムの闘技場を見に行くか。ダギブ先輩イベントを見たいな。船に乗ってどこ行けとか行けたっけ。これ街から出る。これただ出口行ったのと同じか。あ、同じか。じゃあ全然 OK やな。300払って6日で行くか。今3月22日、まあ、日数経過したら何があるのかとかも全然わかんないんで、1回ぐらい船乗ってみようかな。金に余裕があれば。さあ、闘技場へ。ん？この BGM は？お、お、エステル。これ説明書に載ってたキャラだと思うな、これ。僕の興味は止めらんないよ。僕っ子だと思われますね、これは。市民です。冒険者エステルズー。うん、はい。でっかい中身見てみたい。いや、まあ別にアサシンクリードだったら登れる形だな、これ。ああ、じゃあのエステルね。うん、なんだなんだ。ああ、俺は無限のソウルを持つ者、ジェフ。あ、そう、リベルダムによくいる。まあ仲間になるキャラだよな。この街では多分そんなちゃんと調べてないよね、俺。ちょっと回るか一周。
富豪。無名って、名声が足りないのか。富豪紹介の富豪だよな。ここに家があったんか。こっちはスラム的なやつか。こっちは来てるよね、俺。はいはい。この前、リュウのところでやった。あ、リベルダムの酒場って言ってたもんな。はいはいはい。そうそうそう。システィーナ。乙女像と関係あんのか。シャリとか言う。シャリってあれだろ。前、あの、王女様のぬいぐるみ取りに行った時にいたやつだろ。あいつか。怪しいですね。ああ、なるほどね。生贄をね。そもそもクリアできるような依頼じゃなかったと。これどうなった？消えてないな。ティとアンティノの方がやばい。ここのギルドも一応見ていくか。ん？ネメ、あー、これもうジャケットにいるキャラじゃないの？なんか、多分。この配信画面の左側にいるやつじゃないの？隠れてるけど。街を騒がせているエルフがいますよ。うちのパーティーにもいますよ。街を騒がしてる。お、ダークエルフ。冒険者を狩るダークエルフ。ダークエルフ、いいっすね。あのネメアだ。はいはい。あれか、魔王バロルとどうのこうのって言ったネメアか。うん。いい目をしている。お、ダークエルが出たぞ。そんななんか、モンスター扱いだな、お前。ほう。いや、どちらかというとダークエルの方に興味があるんだが、ネイマーさんより。じゃあ、ダークエル探しに行くか。という間でしてどっから撃ってきたのか。スナイパーっすか。なんちゅうすごいだよ。本当に通り前やんけ。さすがにだな。スラムへ逃げ込んだぞ。行くぞ。何が目的なんですかね。あ、これか？オイフェ。いいんじゃないですか？妹を殺したら絶対に許さない。そりゃ、先に手出した方が悪いな。うん。どうも。ネメアです。うん。そうか。うん。それはちょっとな。戦う感じ。その鞘から拳を抜くモーション。うわ、突っ込んできた。弓とかじゃなくて。
これ俺は手出さない方がいいまである。ネメアに全部任せた方が。お、さすがに強え。エンチャント。チャージ。見たことない技がいっぱいある。魔法もいける。これ、殴っていいんかな？一旦様子見てみようかな。まあ、俺は死ぬかもしれないけど。エメルの弓で攻撃。ミス。うん。一発殴ってみる。ランカで攻撃。500。強い。やってしまったが良かったのか。うん。これで死んじゃったりしたら困るんだけどね。やった。うん。うん。私に任せてほしい。よっしゃー。お持ち帰りだ。うん。さすがね、ネメアさんだ。自分で闇に染まったとかわかるんか。うん。この場に二人残されても困るんだが。どうしよう、これ。く、殺せ。く。ちょっと、うち来ない。いい屋敷あるんだけど。お、生きていれば答えは見つかる。それっぽいこと言っていけ。あんな目っていうのを具体的にちょっとお願いします。行っちゃうんか？そこで引き止めないんか？どっか行っちゃったわ。ホイフェはちょっと仲間にしたい感じもするな。弓使いねえ、ぶっちゃけちょっとユーリスがな、使いづらすぎるっていうのもあって、ユーリスキャラの設定とかは面白いんだけどな、正直ちょっとデザインはあんま好みじゃないんだよな。デザインはオイフェの方が俺はいいかな。性能もちょっとさすがに使いづらすぎる。もう一回ギルド行こう。ん？また来た。料理人のキオーネが竜骨の砂漠で行方不明。ちょっと待ってね。あ、一回キャンセルしちゃったらダメかも、これ。その時に受けないとダメなんか、ああいうのは。そうか。じゃあ、まあ、今回は、ご縁がなかったということで、キオーネさんには自力で帰ってきてもらうとして、俺は、闘技場へちょっと行ってきます。どんな感じでしょうね。こんにちは。予選大会とかあるね。予選大会。8人勝ち抜き戦。8連続8連勝。結構ハードだね。でかい大会ですね。8戦っすか。これ、
シングルエリミでしょう。闘撃ぐらいの、予選なんだけど、闘撃の大会ぐらいの、なかなかハードな大会ですね、これ。それでようやく、決勝大会への切符でしょう。相当でかいな、この闘技場。お、なんやこれ。なんやこの人。案内係。この人が欲しいですけどね。ちょっと待ってね。エントリー料金とかいらないのか、これ。行ってみます。ちょっとこの人の正面からの絵が見たい。でかい。一人目。おう。怠慢だよな、俺と、エッジ。さすがにきつそうだな。ああ、きついっすね。初戦でこれだもんな。全然無理っすね。闘技場まだまだだな。全然まだ来る時じゃなかったな。初戦からこんななんか。もっと強くなってから来た方がいいですよ。大学1になった。1になって追い出されたわ。すげえ元気に走って帰ってきたけど。さあ、戦した。厳正リーグか。やっぱ大会優勝したら、あれかな、エキシビジョンマッチできるみたいな。そういうのがあるのかな。したらじゃあ、次は？次はどうしようか。さっきのオイフェか、エステルかどっちかのイベント進めたいんだけど、宿屋で一回寝たらなんか進まないかな。この街宿屋どこだ？ここに行く。一泊していきます。はい。装備強化ってもっとガンガンやっていいもんなのかな。さっきも連合石拾ったからね。もう俺がずっととこのナックルで行くなら鍛えても良さそうだね。ここは美術館だよね。いねえか。まあじゃあ一回移動するか。どうするかっつってこどっから出るんだっけ。じゃあどうしようかな。また下からぐるっと左に回るか。なんだ、そろそろゴブリン遭遇しないかな。ヘビ、カエル、ここは一応ユーリスを仲間にした町ですけど、
あんまりイベントが起きないね。よし、こういう依頼をどんどん受けていこう。ミューンの森。はい。他は？え？ボルダン？そんなのがいる？ボルダンに襲われるの？ちょっと待った。通り魔ボルダンがおると。オルフェ欲しいね。何のソウルをあげたら何かが取れなくなるとかは初見じゃ分かんないですね。ちょっとその襲ってくるボルダンってあれはちょっと見てみたいですけど。カジヤ、ちょっと強化するか。3段階目行くか、そろそろ。俺はこのナックルを。行くか。形状も行くか。2つ行っちゃうか。もう1個行ける？もう1個行くと一気に。すげえかかるな。あんまでも500ずつか。最後まで行っても下がんねえな、これは。行っちゃうか行っちゃうかも、これ。行ったれい。ほら。いい仕事してますね。俺が一人で戦うイベントあるからな。俺が強くないと。ID に超える追いついてきた。いいですね。早めに金貯めて装備整えるのは大事っぽいよね。このゲーム戦闘イベント負けても進行するけど、そこで分岐とかはあるかもしれないから。これなんだっけ？これ隠し扉開けたやつか。よし。じゃあ、カマルさん。道具屋のカマルさんね。道あったね。タイガーバスプ。もう無理。1マップ目にある宝箱じゃないと開けられない。カーマルさん。いない。いない。違う。ヘビ。道がどう繋がってんのかわからん。無理。ん？どこだ？あれ？これ最初のマップかな？戻ってきたっぽいな。いねえな。
どっかにいるはずなんだが。見づらいとこに隠れてんのかな。さっきのそこいなかったよね。いないよね。ないよな。もうすでに食われた後でしたっていう。いやー、わからん。どこだ。疲れた。4体か。あ、ダブルついてんね。敵弱いわ。ユーリスが魔法使えないとほぼ働けないんで、空振っていく。マジでアイディン当たんねえな。スピードが低すぎんのかな。俺のパンチは、お、強くなった。これは強い。しかも2回攻撃だから命中率も高い。あ、これユーリスさん2回攻撃なのに俺は違うんか。俺だけ1回か。ここが入り口だよな。あら、どこだ。ミュウの森で合ってるよな。さっきの雲のとこ行ってみるか。倒してみるか、ちょっと。ここは行き止まりっすよね。ここぐらいしかな。あ？木の幹に何か掘ってある。ヤンバイソ、あ、ヤンバイソってなんか話あったな。今はいいか。じゃあよいよいや、当てろやゴリラ。やっぱ強いは強いや。この雲魔法使うか。いやいや、あ、土には水だ。と思う。あ、オッケーオッケー、260。300。かなりダメージ出るね、弱点ついたら。まあでもここじゃなさそうっすね。これ上あるか、もしかして。まだ
ない。ないっす。逃げまーす。じゃあどこだ？こっちはまあヤンバイソーの最終依頼みたいなのが来た時に来るとこだな。開かない箱があって、見落としてんのかな？背景に溶け込んで見えないけどいるのかな？どっかに。この左上。いやー、人がいるようなとこじゃないよね。まじ全然わからんな。全然わからん。そんないるか、人。もう諦めた方がいいんじゃない？いませんでしたよ、つって。マジ何もいなかったんだが、うん、わからん。解約できるよな。解約します。そうか、残念だよ。そうしてくれ。マジでわかんなかったわ。じゃあまあその件は忘れて、また次の街で依頼受けに行くか。しばらくはこういろいろ世界中回ってイベントなんかその時ところで起きるイベントを見て回るぐらいしかやりようがないですね。この町ね。ギルド入ったら大体なんかイベントがやっぱあるね。サビックが無限の水に前も一回行ったな。まあこういうのひたすら受けるしかないか。また同じとこにいた。またサタンクロスしてる。ケンタウロス殺法してますね。絶対やるんか、あれ。あいつは強いから戦いたくないんだけど。まあ、そういうミッションだからな。ちょっとこれ、あ、話しかけられた。はい。戦闘回避できた。一回も戦闘せず、依頼クリア。ちょろいな。お。ボーナスついた。なんか知らないけど。レベルアップ。なんか、ID のレベル超えてるな、フェティさん。次はじゃあ、ロストールによるか。マジで当分街巡りだね、これ。ただいま。あの双子のイベントまたあるかな。とりあえずフェルムちゃんにご挨拶して。何も変わんないね。この人何も変わらんな。
じゃあちょっと宿屋で一泊して終わるか。また夜のイベント起きないかな。ないか。よし、じゃあちょっと今日はここでセーブや。終了。また次回。ありがとうございました。失礼します。